母キミコさんの結婚秘話、市川海老蔵。毎日家に来た團十郎さん、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんの母で12代目市川團十郎の妻、堀越キミコ夫人が2018年5月26日に佐和子の朝に出演した。キミコさんは大学4年生の時に市川團十郎さんと出会い、卒業後間もなく結婚しました。当時あまり料理も得意ではありませんでした。お見合いはいっぱいさせられました。10人はやりました。すべてお断りしました。結婚するって感じがピンと来なくて、芝居にはよく行っていたんです。友達がたまたま夫と遠い親戚でした。出会ってから自宅に毎日夫が来ました。父親がとても気に入って1年で結婚しました。と、キミコさんと團十郎さんの結婚までのエピソードについて語った。父團十郎さんとの出会い、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。